今、充電8%で、7%で、なって、今見たら、なって、で、いろいろ話したのに、なんか、もうないことになっちゃった。でも、話してたの3分くらいだから、まだいいかって感じなんでいいです。ってことで、どうも、まけです。はぁ、あ、テイク2だね。ちょっとくしゃべりだぞ。<laughs> あくびでした。はい、今これ見てるね。あの、そこのあなた、あくびしましたね。はい。 あくびをするとね、他の人もつなれてあくびするって言いますがね、その、空気が薄くなるかららしいですね。はい、その時に。<laughs> 空気だっけな、なんか、うん、薄くなるらしい。うん、薄くなるかららしい。吸うからね。うん。まあ、とりあえず、コンパスフェス、明日ね、コンパスフェスですよ。ね。なんでね、ちょっとね、またコラボのね、あるとこあるんですけれども、えー、っと、とリコと、そう、言ったこと同じこと言うと、 トリコか、フート探偵には来てほしいけど、パ、あの、去年のチェンソーマンのあれ的に言うと、ちょっと、作品としてけなしたくはないけど、なんていうの、知名度的な問題で言うと、ちょっとあれかもしれない。弱いかもしれない。うん。けど、まあ、来てほしいよね。うん。で、まあ、8周年で、コンパス1周年の時の、なんていうの、ムービー流しつつ、1、2、3、4、5、6、7、 蜂ってなって、蜂がそのまま糸になって、で、あのー、ね、それが体になって、で、あの、ジョリーンが出てくるんじゃないかっていうことで予想でね、えー、ストーンオーシャン、ジョジョ第6部、ストーンオーシャンをね、えー、予想していきたいと思います。はい。でキャラとしてはね、まあ、ジョリーンは出るとは思うけど、そっからエルメイスが出るか、フーファイターズが出るか、あのウウ、ウェザポ、ウェザリポが出るか、あの、スイが出るかなんだけど、 タ太郎はどうなんだろうなって。まあ、出てほしいよ。できればー太郎は出てほしいけど、きとめキャラって意味ではルッチと被っちゃうから、まあ、出るとしたらあれなんじゃないかなって。まあ、ウェザーリポートなんじゃないかなとは思う。うん。かなって出るならね。うん。まあ、ジョニーとウェザーリポートね。まあ、どんなキャラになるかわかんないけど、でも糸とか使って手繰り寄せるとか、そういうのキャラになるんだったら、 まあ、ジョリーンは、あの、イグニスとか、リンネとか、マリアとか、なんかそういう系統とちょっと近いような感じになっちゃうのかなって思うけど、それはまあ、いいかし、いいとして。で、何を落としたんだっけない、今。そう、えっと、一回途中、昼ぐらいに、あ、ジョジョコラボ来たらめっちゃ暑いんじゃねえのふわっ,ってで考えたんだよ。考えたけど、仮に、ジョータローがカードとして出て、解き止めるとかなったら、もう、もう環境がもう終わるんで、本当に、あの、 マジでできれなくてもいけるぐらいになっちゃうんで、さすがにないかなって思いました。うん。まあ、とりあえず、このトリコかフート探偵か、えジョジョ、来たら、ま、ジョジョ第6部って予想してるけど3が、3部かもしれないし、えー、5部かもしれないし、あ、ちなみに僕が一番好きなのは4部なんで、4部来てほしいですね。はい。まあ、来るかもしれないんでね、その辺はね、ちょっと期待しておきましょう。はい。でも、まあ、順番的にでも、とある来て、 チェーンソーマン来たから、またそっとそっち戻るんじゃないかなって感じなんで、まあどうなのかわかんないけど、まあ楽しみにしてます。で、キテルちゃんっぽいのも来るかもしれんって言われてるから、それも楽しみだね。うん。ガチオリジナルヒーローマジなもうあの、コラボがオリジナルに追いついちゃってるんで、オリジナルヒーローを一回、 あの、5ヶ月間ぐらい、1ヶ月に1体ずつ、あの、追加するみたいな、超スペシャル、あの、シーズンっていうか、なんていうの、超スペシャル、あの、月間1、5ヶ月間の連続みたいな、そういうのあっていいんじゃないかなって思ってます。うん。マジで。マジオリジナルヒーローをもっとね、増やして欲しい。うん。お願いします。で、エルデンングのね、なんか、新作ですね。はい。ナイトレインだね、これね。夜の鍋ですね。はい。 前作覚えてないけど、ナイトレインってことは夜の雨じゃないですか。うん、そのままなんだけど、あのー、なんかラニーとかって夜のなんとかじゃなかった、なんか。だからさ、そう。だから前作主人公が夜の王になって、あの、立ちはだかるんじゃねえのっていう、前作遊びとカッコ我々がなるんじゃねえのっていう予想を思いつつね、祈ってます。はい。あと結果だね。マリン発言。びっくりした、マジで。うん。<laughs> で、船だね。 ガチで新役、新薬いつあにすんだ、マジでで、えー、っと、そう、前回、まだ僕持ってる過去アカウントで持ってたけど、今のアカウントでは持ってなかったんで、えー、リュットしました。ゲコタストラップが可愛いですね。はい。これね、ゲコタのグッズ、今何個つけてると思いますか ?2 つ。いや、違いますね。真相は、ここにある。ありがとうございました。多分、今これもね、つけてるかもしれない。うん。待って、え髪の、あ、違う。うん。 はい、ってな感じで、このね、ヤシのミサイダーですね。うーん。ヤシのミサイダー飲みたいよね、普通に。で、これと、あと、あ、これそう、なんか2枚目あったんだよ。そっちも、なんでってなって、で、わけわかんないやつ。ほんとに優先。で、えー、ビリビリじゃなくて、変態だね。変態出ました。ありがとうございます。で、グッジョブはね、そう、あの、主公さんだったから、うわ、来いって言ったけど、あー、下で出たわーってなってたね。うん。でな感じで終わります。 で、まじ、これで撮れてなかったら泣く。いきます。終わりまもありがとうございました。じゃあまた次回でお会いしましょう。それじゃあコンパスフェス楽しみましょう。それじゃあまた今度。僕は、えー、コンパスオリジナルヒーローコンテスト。で、フィリちゃんがいいですね。